くじゃないキス。はちみつ食べたい、はちみつ食べたい、はちみつ食べたい。こんばんは、よよよよよ、あったまってるかい。ジークジさんもこれありがとうございます。ススキススキ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 、バナナ、バナナなのこれ、バナナのノットバナナ。ゆきかぜさん、ぶどうありがとうございます。ぶどう美味しいよね。フルーツの好きな三大フルーツ、みかん、ぶどう、パイナップル。あ、でもうん、いちごは4位です。なぎらさん、かわいい、ありがとうございます。かわいい、こんばんは。いい色、本当に。なんか自分に合う色って何か分かんなくてさ、いつもはもっと赤とピンクみたいな色をつけてんだけど、今日はちょっと暗い色だと思います。知らんけど。君は何色なんだよ。こうファミマで買った、私大体口紅ファミマで買った大体口紅ファミマで買ってる。なんでかってね、いつも持ってくの忘れちゃうんだよ、出したまんま。だからファミマで買うんだけど、これはね、いつもと違う。いつもはファミマの四角い口紅を買うんだけど、それがなくてこれを買ったの。これセブンかな、これは PK1 って書いてある。何色やねん。こんばんは。裏にあるのこれコップ、これスプラトゥーンのコップです。一番くじがね、スプラトゥーンの3が9日からゲームがね始まるんですけど、一番くじがやってたから私は引きに行けなかったんだけど、母ちゃんがねなんかたまたま見つけて引いてくれた。あとあのキーホルダーももらった。私が引きに行こうとした頃にはもうねどこも終わっちゃっててね、なかったんですよ。残念。テッツさん、レッドブラ、ありがとうございます。翼を授ける、そんなバナナ。みなこさん、投げキス、ヤッホー、パイナップルもあげちゃうよ。チラッみちゃん、ありがとうございます。ラブリー、早まで探してみます。同じのつける。なんかあれ何色なんだろう、赤とピンクが混ざったみたいな黒くて四角い口紅をよくつけてます。武井さん、いいね、ありがとう。3回じゃないかな、私自分で弾いてないから分かんないけど、ラバーストラップ、ラバーキーホルダー、これももらいました。一番くじも最近はすごく大戦争なやつが多いみたいですね。朝の何時から並んでとか、そんな人気なのか。なんか一番くじ最近、なんか一番くじがやばい、なんだろうね、やっぱその話題作とさコラボすることが多いからかわかんないけど、どの一番くじもなんか、いや、なくなってない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 みたいな、よく聞くよ。おばさん、ないです。チークあまり塗らない。チーク塗ってるよ、塗ってるけど、わかんない、消えた。シュン君、ナイキス。ガキの使いがすごい、え、そうなの、ガキ使ってたですか。一番くじになってたんだ。スピード上げてくぜ。フィギュア当てると嬉しいもん。鬼滅の刃もこの前やってた、ローソンかな。チークといえばつねっちゃんさ、そうなの。私はでもメイクをするときに、今日もなんだけど、めんどくさくてまつげを上げないんです。下向きまつげ。あ、そう、今日さ、いちご
の木植える夢見てる。最近ちょこちょこ夢見るんですよね。ちょっと夜更かししがちなのかな。なんか夢を見るときは眠りが浅いと聞いたことがあります。それか土日ライブがなかったからちょっとエネルギーを使ってなくてそんなに深い眠りについていないのか。9月21日にはソロでも歌うかもしれないです。歌う予定ですなんか農園みたいな、多分その家の人が育ててるビニールハウスみたいな中にこうあって、余計な部分を切ってこういう土にぶっ刺すとあっという間にイチゴの木がファーってできました。眠りが浅い時に起きる、そうなのか、なんかなんでか分かんないけど最近夢多い。今日はイチゴの夢見たけど、この前もなんか違う夢見たんだよ。なんだっけな。あ、アメリカ行った。でもアメリカ行った夢もな、私何だったか全く覚えてないんだよね。ツイートとかしてたのかな。2日前にアメリカ行った夢見たってツイートしてるんだけど、もう何の夢だったか全く覚えてない。あ、見たー、こんばんは。ハッピーハッピーハッピーラッキークリマリキー。0時前に寝ることないよ0時過ぎてから寝るみたいな。0時過ぎないと落ち着かなくて寝れないよ。ラブ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 といえばいちごの M は自分の魅力が高まる。やだ魅力高まるってどうする。急にあれだよ、なんかあの急にあの大人っぽくなって、そういう時期あるじゃん、あの年頃の女の子ってさ、今までずっと子供だと思ってたのになんか急に大人っぽくなったじゃんみたいな、そういうことですね。もうおめでたい。アップアップ、魅力アップアップだって。ニヤニヤが止まらないね。バナナのような民主主義ユーロ案件の人生などないもんです。カラーに並び中オレンジかグリーンかミントグリーン。オレンジとグリーン混ぜてみたら何色になるんだろう。オレンジとグリーンを混ぜたらなんかあんま綺麗じゃないかもしれないあ、人参は人参、上緑で下オレンジにすれば人参になる。アップティー、アミタンユリティ。何、アミタンユリティってそんなの作ってくれてるの。マネイサイズハウスを繰り返してもさえてもう赤点転生はしなくていいんだよ。生涯最後の夢にとっておこう。けちゃんすすきありがとうございます。トウモロコシとかにしとこうかな。トウモロコシありがとう。ひさハートありがとうございます。ハートのハートの作り方チーコちゃんから教えて。ポンポン、なんだっけ、あ、そう、最近の出来事といえば、はあ、あの土曜日3日です。9月3日がちいこちゃんのお誕生日だったんですけど、中川亭にお邪魔させていただきました。多分まだ YouTube かなの方に、にきちゃん YouTube のにきちゃんの方にアーカイブ残ってるのでぜひね見てほしいなって思うんですけど、まあ、今ちいこちゃん、あのセレブお嬢様と話題のちいこちゃんなんですけど、なんかよく
お庭でバーベキューとかの配信をしてたり、それでそのメンバーを呼んで配信してたりとかいうことがあって、あすごいな、私も行ってみたいなって、お邪魔してみたいなって思ってたら、誕生日の日にみんな来ていいですよって、いいんですかってお邪魔させていただいちゃいました。ちょっとねプレゼントとか持ってワクワクしながら行ったんですけど、誕生日の日にすごくね私たちもおもてなししていただいちゃって、美味しいものいっぱい食べました。豪華すぎてね。そう、私もさ、どうでした、感想は。まずだって家に着いてルームツアーから始まるんだよ、そんなことある友達の家行ってさ、じゃあまずルームツアーからってないよね普通まずそこがびっくりよ。いや、もしかしたらみんなね友達家に呼んだらルームツアーからやるのかもしんないけど、私はそういう経験がなかったからさ、ツアー？でも本当になんかここに絵が飾ってあって、こいつ私ここでよくこれで遊んでてとか、本当に一個一個説明してくれてえ、どれくらいかかった？どのくらいだろう。でも着いて30分ぐらいじゃないかな、時間的に。着いてちょっとだけゆっくりしてから、そうだね、多分30分くらいじゃない、そこまでちょっと時間考えてなかったけど。お庭の時間も結構長かったです。あのお庭の奥深くまで入っていって、あのいろんな育ててるキウイみたいなやつとか、あとレモンとかいろいろ見せていただいて、あとあのレイちゃん、レイヤーオーガナちゃんっていうイワンちゃんがいるんですけど、ワンちゃんとこうワチャって遊んだりしてなんか最近よく言われてるのが、なんかその例えばステージの本番前とかに、なんか絶対舞台袖に先にいるなんかスタメンみたいな、なんて言うんだろう、このあの一つ目みたいなのがいるんですよ。ちいこちゃんとニーナちゃんとカジさんと私は大体あのちょっとだけ早めの時間に舞台袖に集まってることが多いんですよ。それで他のメンバーが来てなくて、あれ本番だよみたいなことが多いんですけど、そのルームツアーでもやっぱりそこのメンバーはちいこちゃんに曲ぴったりついてって行くんですけど、あのちゃんちゃんさんとほうちゃんとしむちゃんは結構そのいろんなところをこうめっちゃ幅広く探索してて、後ろ振って振り返ったらあれいないみたいなそれがちょっと面白かったです。あれこのメンバーはみたいなそう最近あるんですよね、あれこのメンバーはもしかしてみたいなでその後お家から回ってお庭回ってまたお家に戻ってきたんですけど、そのお家に戻ってちょっとじゃあここゆっくりしてていいですよって、あとこの時間ちょっと夜までお腹減っちゃうと思うから、あのここにご飯お菓子とかちょっとしたものあるんで食べてくださいみたいな、すごい用意しててくださってて、でお家の中に戻ったんですよ。でもやっぱ3人いなくていないじゃんルームツアー終わったけどどこにいるのと思ったら、そのお家の窓からお庭が見えるんですけど、そのお庭でワンちゃんとすごい倒れてるあいたいた外にいる面白かったですシ
まちゃん意外でもなんだろう、しまちゃんはすごい なんだろうね自由人なのかな。でもしまちゃんはどっちにも適応するタイプだと思う。みんながこうぴったりついててたらぴったりついててくれるし、こう遊んでたら遊んでくれるし、多分なんかどっちでも適応してくれるタイプだと思う。でニーナちゃんもそっちタイプだと思う。困りを見て適応してくれるタイプ優しいです。で岸間ちゃん、そうじゃあ岸間ちゃんと森ちゃんは以前個人でちいこちゃんのお家に行ってバーベキューとかの配信をしてたことがあるんで2回目だったんですよ。でも私も今回初めてお邪魔させていただいたので次からちょっとだけマウントが取れます。みんな行ったことある？私はあるよちょっと自慢話にできる。ちなっちゃんさん、ほうちゃんは自由人全開っぽい。なんかでもその2人がさ一緒にいられるとさ、その余計自由感出ていいなって思います。本当に何だろう、姉妹みたいな。そうだからそのちいこちゃんちのワンちゃんのレイヤーオーガーナさんね、みんなが遊びに来た次の日はちょっとぐったりしてたって申し訳、私たちもすごいさ、すごいお利口さん、なんだろう、なんかその初めましてだけどすごいこう撫でても嫌がったりしないでくれるし、こう呼ぶとふってついてきてくれるし、なんか結構その初めて会うワンちゃんってさ、飼い主じゃない人だとまだ慣れてないからさ、あんまこう触ったりできなかったりするんですけど、本当にすごい、なんだろう、いい子で、そういっぱい触らせてくれたから多分ちょっと疲れちゃったんだね申し訳ないけど、ちょっとまたお会いできるのが楽しみですね。噛みついてなかったですよ、レイアンあ、そうだね、ファンサービスがすごかったのかな。フェスがしっかりしてるレイアンさん、アイドル犬ですね。シマちゃんと犬の関係性、いやもうレイヤーオーガナさんは本当に誰とか関係なくこう触っても嫌がらないし、呼んだらついてきてくれるし、みんなと関係性が良かったです。アイドル犬、ひまちゃん嬉しそうでした。しつけされてるね。なんかね、私ワンちゃん飼ったことないからさ、ずっと飼いたいなっていう気持ちは結構ちっちゃい頃からあって、ゲームの中で犬飼ったりしてたんですけど、実際に飼ったことなくて、犬と過ごしてる方ってどういう生活してんだろう。なんならだってあれだよね、子育てをさしてるのとさきっと変わらないじゃん。いや、わかんないけど、だってそうだよね、起きたらご飯をあげて、なんかねこう何シャンプーとかしてあげて、散歩だけどなんか遊びに行くような感じで散歩してとか、子育てしてるみたいな感じじゃんきっと。いや、わかんないけどってなったらさ、そう、私にはまだ早いのかなって思ったりする。でもずっとワンちゃん飼ってみたいなとは思ってるんですよ。毎日散歩できない。なんか猫はさ、猫はなんか
猫って自分で散歩行くんですか？私がゲームで飼ってた猫はあの散歩に一回も連れて行ったことなくて、勝手に家から出て勝手に帰ってきてるんですよ。なんかプレあの拾った道中で拾ったものを加えて帰ってきてるんですよ。実際の猫ってそういう感じなんかな。ワンちゃんはめっちゃ散歩しました。そのゲーム 3DS っていうゲームだったんだけどさ、歩数計がついてるんですよ。だからその自分が実際にお出かけ行く時とかにバッグの中に入れてると、その歩数計でカウントされて、犬がその歩いた分だけ散歩してくれるっていう機能があったんですよ。でもその結構歩数計そんなにね持ち歩いてお出かけ行く機会ないからなかなか使わないですよ。もう家の中でこう歩数計ボン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 めっちゃ振って散歩させてました。普通の散歩もできるんだけど、歩数計で散歩するとプレゼントがもらえるからブン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  3DS 振りまくって散歩させてたよ。懐かしい。やっちゃらさゆーちゃんだだだね、投げキス。ラプタンプイコって7人になってからまだやってない。私この曲好きですよ、狂った感じが。ハムちゃんだ、ハムちゃんだって怖いよ。ハムちゃんはだって怖いよ、ちっちゃいからさ。うっかりなんてことがあったら怖いからね。ちゃんと育てられる人じゃないと。あお散歩だよ。じいさんだるまっちゃん、ありがとうございます。そうで中川邸をルームツアーして、そこからちょっとだけあの動画とかねみんなで撮らせていただいてから、配信が始まって外でパーティーしたんですけど、まずサムギョプサルを焼く人とピザを焼く人に分かれて、ピザもこのピザ窯で焼いたピザでめっちゃ美味しかったです。でサムギョプサルはあの森永先輩がもうね熟知してるので美味しくねいただきました。チーズをつけてサムギョプサルが美味しかったです。サムギョプサルっていうのかな、結構めっちゃこういうでっかい肉ボーンってやって、それをハサミでチョキチョキって切って食べるんだけど、それにチーズつけたのがねめっちゃ美味しかった。お肉にチーズってさ乗せる？乗せないよね普段。え、わかんない、乗せんのかな。そうピザ窯で焼いたピザね、すっごいパリパリしてて美味しかった。そうで、その森ちゃんがお肉を焼いてるところを見て、ちょっと私もやりたいっつって焼かせてもらったんだけど、あの私普段料理全くしないんですよ。もうこのさまずさこのトレーからさお肉取り出し、薄いお肉だったんですよ私が焼いたの。取り出したんだけどさ、なんかプルあー裂けちゃう裂けちゃう、あー裂けちゃう、あーバラ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 で、めんどくさくなってこう全部ジャッ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 って入れてシャーってあの焼肉するときって1枚ずつ乗せてさこう裏返して焼いてやるじゃん。なんかあの野菜炒め作るときみたいな鉄板の上でさ肉ぐしゃぐしゃにして焼いてましたね。ハンバーグにチーズ乗せるけどさ、なんかああいうでっかいステーキ肉にチーズってさあんまないよね。私勢い的には初めてだったと思う。であのくしゃくしゃのお肉をみんなに届ける。でも味は美味しかったです。そう、味に変わりはないから、ね、ピザ美味しそうで次の日ピザ食べに、でも本当に美味しかったですよ。具材も本当にいろいろ用意してもらってて、シーフードとかなんだマルゲリータとか
え、すごい。スプラトゥーンの CM やってた。焼けてたら、え、でもそう、なんかその後に焼いたお肉がさ、めっちゃなんかリンくらいごつい肉だったの。カットステーキ肉みたいな。あれすごい怖かった。なんか私って言ったらちょっとぐらい生焼けでも食べちゃうんだけどさ、なんかそれを多分不快に思う子もいるかなって思って、めっちゃよく焼きました。そう、牛肉だったんですけど、噛んだ時にさ赤かったら多分嫌だって子もいると思うじゃん。で、何よりそのメンバーだったから食べてもらうのがなんか本当に私のせいで何かあったら嫌だと思ってめっちゃ焼いた。でもね、美味しかったっていうアミタのエピソード。ずっといじってたあれでも、あのシャ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 野菜炒めですから、気持ちは。パンでもお肉こう焼くとかあんまないもん。私はあの小さい頃に作ったくしゃくしゃの野菜炒めの記憶だけで肉焼く。シャ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 。写真撮っとけばよかったね。レアがこれ、え、自分だったら食べちゃうけどっていう。もう自分はレアのが好きみたい。そう。向き合ってました。でもね、あのきっと今後さ、人との付き合いが増えていくことがあればさ、こういう機会も増えるだろうからさ、ちゃんと焼ける人にならないとダメだよね。どんだけくしゃくしゃだったんだ。え、もう野菜炒め、野菜炒め。シャ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 。違うじゃん。ひーさん、だるまありがとうね。ひき肉みたいになっちゃったんで、焼きすぎて。味は美味しかったよ。味は美味しかったね。こんなちょっとなっちゃう。昨日してて、でもさ、ステーキとかって美味しいじゃん。ああいう感じが好きなんだよ。でも私がじゃあ20年後さ、なんかなんだろう、上司と焼肉行きますって、どこの、いやでもあるじゃん、さ、なんか上司と焼肉とかになった時にさ、それは私が焼くやん。部下が焼くやんってなった時にさ、あーちゃんとこう焼けなかったら恥ずかしいだろうなって思いながら、いや全然ちゃんとやってないんだけど、やってました。どこいつえ、でももうなんかそう、上司と飲み会に行くとかさ、そういうのってあるじゃないですか、大人の世界で。違うの、だってもうちょっとしたら二十歳だでしょ。先輩ととかも、先輩、上司はあれだけど、なんだろう上司はちょっと分かりやすい表現だったかもしれないけど、結構あのドラマとかさ、漫画とか何でもそういうシーンってあるじゃないですか。20年後だとお前40近いんだよ。それ時頑張ろうって思った。接待サラダの取り、あ、でもサラダの取り分けはまだ頑張れる。シュッシュッシュッ、取り出す取り出す取り出す、頑張る。取り分けはでも綺麗なんじゃないと、意外と。そうなの？色とか気にするじゃん、人にあげるとき。なんか人にあげるときはめっちゃ気にするんだよね。自分のひどいけど、自分のと家族とかなんかそこまでの関係になるとすごい急に適当になっちゃうと思う。私は今回も上司と上司そう、まあね、先輩だからね。でもあの2期の先輩はすごいなんかそういう時に楽しんでくれるんですよ。あの前もバーベキューに行ったんですけど、そういう時もすごい進んで
こう焼いてくれたりいろいろしてくれたりするので、私もちょっとは力になりたいと思うんですけど、料理できないしここは難しいところです。バーベキューの時にさ、ちなちなさんがめちゃくちゃお肉を焼いててくださったんですよ。で、私も焼いていいですかって、なんだろう、火の番でしてやらせてもらった時に、お肉ある程度焼いた後にこのなんかアルミホイルのお皿みたいなのになんかニンニクとかキノコとかを入れて、こうちょっとオリーブオイル何油でこうシャーって焼くみたいなやつをやってたんですよ。でこうお肉とかひっくり返して、それとかもさ、ちょっとなんだろう、ちゃ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 ってさ、焼き加減どうかなってやってたら、そのアルミの皿に穴開けるってなんだろう、油とか入れてる、それが美味しいじゃん。そこにベソッ、あ、やばい、穴開いちゃった役に立たないで帰ってくる。ホイル焼きっていうの、うまみが全部こぼれそう、でも一番任せたくないメンバーだと思う。触ってほしくないよねマシュマロは上手に焼いてたじゃん。マシュマロ？でマシュマロも一回失敗したの。YouTube 上がってた。マシュマロ一回失敗して学んだ。マシュマロはね、こう火の上でこうひたすらこう当てる、蒸気だ、熱気に当てるだけで大丈夫だった。絶対さ、マシュマロさ溶けるって分かってるのにさ、一発目さ網の上にちょっと置いてさ、ベトベトベト。あ、やばいやばいやばい、これちょっとダメだと思って隠滅して、消滅、何、証拠を隠滅させて2本目から頑張りました。いや、そりゃそうだよね、マシュマロ溶けるよねって思いながら、でもさ、なんかちょっと焦げ目とかついてたら美味しそうかなと思って、じゃあああ危なかったです。でも今回で学んだのでもう大丈夫。マシュマロめっちゃ美味しかったんですよ。そう、ちょっとバーベキューの話に変わるけど、焼いたマシュマロめっちゃ美味しくて、私マシュマロ好きか嫌いかで言うと、あんまりね好きな方ではない。いや、好きか嫌いかって言ってないそう、あんまり好きな方ではないですよ普段わざわざ食べないです。買っても食べないし、なんだろう、パーティーのお皿に乗っかってても取らないですけど、焼きマシュマロめっちゃ美味しい。なんで食べようと思ったか分かんないんだけど。でもね、もう食べなかったの私は。そう、昔は食べてたけど、もう私はだからあんまり好きじゃなかったんですよ。好きじゃなくなっちゃったんですよ。でもバーベキューで食べたのは美味しかったです。本当に再発しました。それだけ好きか嫌いかで言うとあまり好きではないですねって間違ってるよね私でもさ、マシュマロにもさいいとこいっぱいあるのに一概に嫌いとは言えないやんな。そう、マシュマロは何がいいのか、マシュマロが何がいい、何がいいんだ。でもビジュアルはめっちゃいいよね、白いし。アイドルでいうと超王道なタイプじゃん。超王道、最年少。マシュマロボイス、
マシュマロキャッチ、私マシュマロキャッチが分かんないんだよね。あれさ、キャッチできる人本当に何なのって思う。絶対無理よ私。マシュマロキャッチできる人どうなってんの。マシュマロだけじゃないけどさ、あの投げたやつ口でキャッチできる人いるじゃん。あれあれどうなってるの。あれできる人は本当にすごいと思う。飛んできたもん、だって私あれだよ、飛んできたボールもキャッチできないんだよ。そんなマシュマロなんかこのちっちゃいの絶対キャッチできないよ。キャッチボールとか経験はなんだろう、体育の授業とかで多少あるけど、私ボール持たないよ。そんなボールは避けるものだって小学校の頃に学びましたから。なんだそう、すごいね今パリパリのチョコが食べたい。パリパリのチョコのアイス好きです。最近パルムとかピノとかみたいなやつ、パリパリパリ美味しい。ピーナッツは練習したけど小さい頃。そうなの、なんかそういう時期があるの。みんな小さい頃練習する、そういうもんなの。その道ちょっと通らなかったかもしれない。私は自分で投げてさ、食べたりしなかった。しないしない。あ、板チョコアイスも好きです。でも最近なんかそのそれ系のアイスに対する熱が熱い。あの外はパリパリのバニラアイスみたいな。パルムブーム、いいね、美味しいよね。あ、しまあれね、中がパリパリ系ね、こうパリパリが入り組んでるタイプね。でもね、一番ピノ、あーでも板チョコアイス、板チョコアイスが一番好きかもしれない。パリパリ系でチョコ多めな感じ。私チョコが好きなんですよ。パルムの案内もそんなのあるの。でも今芋の季節だもんね。芋栗。チョコモナカジャンボ、ちなっちゃんがチョコ、ちなっちゃんさんがちなっちゃんさんがチョコモナカジャンボ好きって言ってた気がします。ジャイアントコーン、ああジャイアントコーンはうちの母ちゃんが好き。母ちゃんはその結構コーン系のアイス食べてる印象が強い。ソフトクリームとかあのなんとかこのなんだジャイアントコーンとか。カプリコ美味しいよね。アイスじゃないけど。チョコバッキーってない。チョコバッキー、お腹減ってきちゃった。アイスの話してお腹減ってきちゃった。母ちゃん根系、あの31に行ってさ、私は危ないからカップを頼みがちですけど、母ちゃんは割とコーンを頼んでるところを目撃したことがある気がする。知らんけど、そう、あれ絶対さ、コーンの方がさ、コーンまで食べれるからさ、お得、そうお得って思うじゃん。でも私絶対あのコーンでうまくいった経験がなくてさ、カップにしちゃう、妥協してます。コーン食べたいけど、なんかあれだよね、カップのさ、カップにこう足乗せて上にコーン乗せてくれればねいいんだけどね、蓋みたいに。こそう、でもこの前さ、久々にそのコップカップ、違う、これカップじゃない、コーンね、コーンのアイス食べたんですよ。こんばんは、こんばんは。あのコンビニのコーンのアイスで、
コンビニのコーンのアイスってさ、こうちゃんと蓋がついてるじゃん。久々だったんですよ、コーンのアイス食べるの。ソフトクリームか、ソフトクリームだね。こうさ、蓋パッて開けたらさ、この半分になってるの、ここら辺に半分になってて、蓋パッて開けたらさ、上このコーンから上のアイス全部一緒にポーンってさ、蓋と一緒飛んでっちゃってさ、あのこうコーンの部分だけしか残ってない。めっちゃ悲しかったよ。大爆笑だよ、久々の。しかも何って、飛んでってさ、あの私がさ、よく母ちゃんの服をさ勝手に着るんですよ。で、母ちゃんの服ちょうど着てて、その日もそこに着くっていう。あ、やべ、それじゃない、え、これだっけ、黒じゃなかった、白だよ。まあ何でもいいけど、だから私はもう思った、私はカップでいいや、コーンも美味しいけど、私はカップと共に生きていこうって思った。やっぱ人によってね、適材適所ありますからね。師匠アイスありがとうございます。アイス、みんちゃんもアイスありがとう。ガブ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 。あれってああいうもんなの、みんな結構上から半分飛んでたりするもんなのかな。飛ばない、一人ぐらいいないの。あー、わかる、それあるよね、そういうことみたいな。蓋を取るとき、あ、慎重にひねりながら逆さにして外す、それは初めて聞いた。そっか、でも逆さに、わかんない、私今度逆さにしたらこっちのコーンの部分すっ飛んでかないかな。さすがにない、それはさすがにないかな。母ちゃん、でも母ちゃんの服と私の服はなんか運命共同体みたいなとこがあるんですよ。違うでしょ、どっちも着れるし。私はあなたの服あんま着ないよ。え、でも着れるやんな。でも身長同じぐらいだから着れるよ。だから私も母ちゃんの服を結構着るんですよ。何って、母ちゃんの服やっぱラフなのが多いから、そのなんだろう、着やすいんです。いっぷ、いや、そんなことない、どっちも着れるって。シェアハピだよ、私たち。シェアハピ、ドゥ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 。でも着れるよね、フリーサイズだから入るだろうけど、水止まないでしょらしいです。かっちゃん腹出しなんですか。そういうことじゃないけど、まあそういうこともできるよね。どっちも着れるよ、だって同じなんだもん、身長が。だから私は母ちゃんの服を着る。その代わり私の服もあの自由に着ていいですよって全然私はあの着られたから嫌だとか全然ないから、もう自由に着ていただいて。え、でも母ちゃん編みぐらいの時腹出し流行ったよ。うん、ちっちゃい T シャツ流行ったよ。私でもさ、そう、最近あのお腹が出る服をあの結構よく着てるんですけど、あ、なんでお腹出してるのかあんま分かんないんですよね。涼しいじゃん。涼しいけど、私気づいたのは、あの腕とかって日焼け止めをさ塗るけど、お腹って塗らないからさ、お腹だけちょっと焼けてることに気づいた。嘘、ほうちゃんに、あゆちゃんお腹焼けたって言う。
腕の方がちょっと白い。分からず着てる。でも私ズボンが好きなんですよ、あの長ズボン。違うでしょ、足に日焼け止め塗りたくないんだけど。うん、それをよく言うとズボンが好きになるよ。それだって足、なんか足に日焼け止め塗るのがめんどくさいとか言うとただのめんどくさいやつやん。だからあれだよ、私はズボン、長ズボンが好きだからそういう服着てるよって言うとさ、あ、そうなんだ、この子はそういうファッションが好きなんだなってなるじゃん。何でもいいように言わないとダメだよ。自分の有利になるようにね、物事を書き換えていく。書き換えたやない、よく言ってるだけですから。そんな理由だった。だから私本当は半袖とかあんま着たくないんですよね。ほら、でも母ちゃんがだってね、あれ着ろって言うから仕方ねえなっつって夏っぽい服着てますけど、本当は夏も長袖長ズボンで過ごしたい。ズボンの裾上げまくり、でもだいたいズボンの下折れてる。あれ裾上げっていうの？あのジーンズとか履いてると。別に私はやってないんだけど、長さが足りない。もうこうキュキュキュって折ってある。うちの母ちゃんがねやってるんです、そういうことは。暑いなら大丈夫。でも私なんだろう、暑いのは大丈夫なんだけど汗かくのが苦手なんですよ。じゃあ暑いの苦手や。いや暑いのはいいよ。暑いのはいいの。汗をめっちゃかくんですよ、汗かきなの。それがね嫌だ。でも汗かきって悪いことじゃないんですよ。汗を、人間が汗かかなくなったらこう発散するとこがなくなるからさ、大変じゃん、あの循環がなくなるじゃん。だから汗っかきっていいことだけど、でも嫌だ。でも人間は汗をかかなくなると大変なことになるんだって。だからつまり私どうすればいいと思う。私どうすればいい。もうダメかな、日本ジャパニーズ。夏はなんか違うところ行こうかな。どこが涼しいんだろう。北海道行こうかな。汗かくのと日焼け止め塗るのは汗かく方が苦手です。日焼け止めはなんで塗ってるんだろう、なんか焼けたくないから。でも別にさ、焼けてもさ、なんだろう、焼けた大丈夫でも焼けてもそういうスタイルの方もいるじゃん、その焼いてちょっと、あ、日焼けサロンっていうさお店があるからさ、それをファッションにさ武器にできることもできるじゃん。だからちょっと汗かく方が苦手かなって思う。サウナ、え、でも私サウナは好きなんですよ。え、サウナ好きだよ。私だってサウナ好きすぎて、なんだ。サウナ好きすぎてサウナに入ってました。温泉とかに連れてってもらってた時があったんですよ。なんだ。あ、夏休みに、あの、みんなで、旅行とか行って温泉入って、サウナって別に入らなくてもいいじゃん。でわざわざこうサウナ行って汗かいてから、ね、今度あの水風呂ペシャシャーって。でも焼けたくないから、え、そう、本当は長袖長ズボンで、だからあれなんだよ、あのどっちかを天秤にかけたら汗かく方が苦手だなって思うけど、私はどっちも避けたい。面倒くさがりの極みです。でもそれをいいように言うと
やっぱそういうファッションが好きだから、ちょっと長ズボンと長袖とそういうのが好きなんですって言うとめっちゃおしゃれに聞こえる。クーラー効いてる家に、でも私今日クーラー自分でつけましたよ、4時半ぐらいに、ね、ちょうどどうそう4時半ぐらいに。でもなんでつけたかっていうと、これはちょっといい理由だと思う。そろそろ誰か帰ってくるかなって思って、でなおかつ自分も普通に暑かったから両方を、いや違うそろそろまず暑いなって思う。あ、待って、そろそろ誰か帰ってくるかな、先につけといてあげたら帰ってきた瞬間この涼しいさお部屋に入れるなと思ってつけたっていう、これはあれじゃないですか、あのなんだ絆じゃないですか、気遣い、気遣い日本語。うるすいさん、ぶどうありがとうございます。ぶどう美味しいよね。まあ4時半とかちょうどね、日がどんどんね、太陽もね、日当たり良すぎてやつに効かない。お昼とかまでは我慢してたんですよ。いや暑いけど、いやまだいけるやろ、4時半に心折れる。そう、でもそれをいいように言うと、まあ、そろそろみんなが帰ってくる時間あったからエアコンつけて待ってたよ。超いい子やんな。そう、何でもねポジティブに、ポジティブに言い換えることが大事です。一言でやっぱ印象変わりますからね。ガムさん、トンボコシありがとうございます。もろこし、もろこし、とうもろこし、図書館でも、図書館でも言った、図書館ってでも難しいよね。ポジティブ、西日入る、わかんない、西日とか考えたことない、西日とか考えたことないけど、自分の家の北側がどこにあるかだけはわかる、あっちどや、物はいいよ、そうですよ。最近ライブないねって思ったけど、そうでもなかった、ちゃんと来月、来週ライブあるね、土日。楽しいことさえ知らさに分かってたし、そんなこんなあだこだ語りながら、車ってさ眠りにつくまで振り返ってみたいもんだ。ネイルしてるよ、高校生が卒業したんですよ私。知ってる、2期は高校生のうちはネイルしないでくださいって言われて、私元からそのあんまネイルとかするようなあのこまめなおしゃれができる女子じゃなかったんで、あんま気にしなかったんですけど、この前ニーナちゃんにねあのネイルしてもらってからちょこちょこ塗るようになりました。今回はちーこちゃんの家にお邪魔するときに、ちーこちゃんの誕生日だったから、このねピンク、ちょっとピンクっていうかキラキララメが強めになっちゃったんだけど、ピンクを塗りました、自分で右も左も。でもさ落としたいんだけどさ、落とすのもめんどくさい、なんで10本あるのにこれ一本一本落とさなきゃいけない。ニーナちゃんがやってくれたネイルはさ、なんかね自然消滅すんのよ、めっちゃすごくない？なんかこの私が今やってるネイルは爪にあの分かりやすく言うとこうマッキーでキュッキュッキュッって塗ってるみたいな感じだから、あのそれ専用の液体をこうやってキュッキュッキュッって落とさなきゃいけないんだけど、ニーナちゃんがやってくれたネイルは時間が経つとこうペリってね一発で剥がれるの、だからめっちゃ楽だったけど、これさだっていつまで経ってもこの爪にザーついてるからさこれいつ剥がすの私って思ってずっとつけてる。
だから気分はずっとちいこちゃん生誕祭です。これはだから落とすのがめんどくさいとか思うね、そういうことは言う必要ないんですよ。もうこれはそうネイルしてるの、そうピンク、そうピンクかわいいでしょずっと言ってれば大丈夫。落とすのがもったいない。いやもうもったいないとかは言わない。言わないで、うん、あれそれキラキラだね、そう今日ピンクなんだこれ系はね私はね言い換えません。あえてめんどくさいとか何も言わずにただこうひたすらに爪をアピールし、ボロボロネイルだからこれが自然消滅するまでめっちゃ時間かかるよね。爪が今度伸びていってちょっとつこうよしよしよし、あー落とさないとボロボロなの。うん、まだ大丈夫だよ。だって3日に塗ったばっか、3日の朝に塗ったから。みーちゃんかわいいですね。面倒くさがり三日坊主だからいつもあれだよね、夜更かししちゃうの。寝るのは好きなんだけど寝るまでの過程が面倒くさいと思っちゃう。もう本当に良くないです、本当に良くないんだけど、だから私夜更かししちゃうの。寝る前にお風呂入って支度してあれやってこれやってあれこれ結構いろいろ残ってるなって思ったら、あ寝なければいいんだ寝ちゃったらもう一日そこで終わりじゃん、あのゲーム終了じゃん1回で次の日になってまたゲームスタートやん。さあこれ終了しなければいいんじゃないかなって思って夜更かしするそう。でもちょっとこれだけ聞くとただの多分めんどくさがりな、めんどくさがり屋さんに聞こえちゃう、めんどくさがり屋なんだけど、めんどくさがり屋だよね。でも聞いてほしい、あの帳尻は絶対合わせたいタイプですめんどくせえなだからそのそうめんどくさくてあれするけど、めんどくさくてちょっと夜更かししちゃうけど寝坊はしたくないから電車で寝て睡眠時間合わせるみたいなあのめんどくさがるのは自由だけど、その他に影響はさせたくないなっていう気持ち、まあ、そこに影響が出てしまったらもう終わりなんだけど、ね、影響出てるんだけど私に母ちゃんも一緒に夜更かししてる影響出てるんだよ寝るのめんどくさいわかるよねほら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 、母ちゃんの体調心配してよ、母ちゃん、母ちゃん運命共同体やふざけんこの年の寝不足きついからああれだ、わかりやすく言うと夏休みの宿題をギリギリまでやらなくても絶対完成させてから学校行く、帳尻は絶対合わせたい、計画的にやるか計画的じゃないかみたいな母ちゃんにはねいつも本当にお世話になってますリアルじゃなくて本当なのよいやでもリアル、リアルじゃん、母ちゃんの声がリアルってガチだからこれレアリーね、レアリー今日は早く寝よう、ふざけんの、でもいつも思ってたから、私別に母ちゃんのこと思ってないわけじゃないの、でも何ヘラヘラしてんだ思ってないわけじゃないんだけど、やっぱその他のこといろいろ考えてると
ずっとそこまで手が笑うぐんちゃう , 笑顔がムカつくそう、今度焼肉とか行こうね。は私が出すから焼肉とか行こうね、母ちゃん。あのさ、肉に釣られないよでも母ちゃん、そう言ってちゃんと来てくれんね休みの日になるとさ、結構その私と母ちゃん休みが合わないことが多いんだけどさ、休みってなるとちゃんと来てくれんね、一緒に一人じゃかわいそうだ。なんかでもちょっとここまでただのダメな話しかしてないから、なんかいい話したいけど何にもいいことしてないじゃん。なんか後味悪いじゃんね、なんかサボりまみたいな。ねえ、なんかね、たまにはいい話したいわ。なんかした？わかんない。してないんだって。おばあちゃん助けたとか、なんかそういうことあったかも。ないよね。なんの？いや、なんかあるやろ。なんかないかな。最近ちょっと人々の役に立ったこと。おばあちゃん、おじいちゃん助けたとか？ない。あんたなんか助けられてばっかりじゃん。なんかないかな。なんか一個くれ。ねえ、な、本当にないよ。だからもしかしたら無意識のうちに、思いつかないけど無意識のうちに、もしかしたらね、すごいこと。光りそうになった子猫助けた。なんかあったかな最近。スケジュール見てみよう。ないわ。ないけどそのあの意識しなくてもいいことできるようになることがね、一番いいですよね。私だってずっと、前もちょっと話したけど、ずっとあれだよ、夢見てることがあるんだよ。あの人とさ、ぶつかってさ、スマホがピュンって飛んでっちゃうの私のスマホがね、で割れちゃったので、その人めっちゃ焦るじゃん。ぶつかってさ、落ちてスマホはって言ったらさ、え、めっちゃ割れてる、どうしよう、これ弁償、なんか損害賠償みたいな請求されたら多分焦ると思うんですよ。その時に私が言うの、あ、これもともと割れてたんで全然大丈夫ですよ、はーいこれが私の夢です。スマホ割れたら怒るだろ。いやでも違うの、それをだってさ、もともと割れてなかったのに割ったっていう罪悪感が生まれちゃうじゃん。だから、あ、もともと割れてたら全然大丈夫ですよ、あーっていうか、スマホ出して歩くなっていうのを妄想してるのもし街で誰かとぶつかってスマホ割れたらこう言おうってもう決めてる。でもそれ歩きスマホしてんからいけないんでしょ。わかんない、歩きスマホじゃないかもしれないじゃん。ぶつかってこうポッケから落ちちゃってとかも全然あると思うからね。即興演技めっちゃ考えてる。ちなみに今、え、割れてないよ私。だってスマホ割らないもん。そんなことないわ割れたらちゃんと変えてますよ、ペリペリペリって。この前やっとね、綺麗なの変えたんで今めっちゃ綺麗な状態変えたの。液晶まで割れちゃったらもう買いに行きますこういうことをね、普段から考えておけば、とっさに起きた時に、そう、めっちゃいい一言を言って、しないよ、やるよ、そんなこと言うの、そんなこと言うの。人といっぱいぶつかってるから、いや、逆になって私がふっかけられちゃうから、何にぶつかってきてんだ、ほら、あっちからね、売られちゃったら、で、ぶつかったの私だからね、その前
スマホ壊れてしまう。シャレになる。でもね、そうだよ、スマホは本当に壊れる前に買いに行かないとデータぶっ飛んじゃうからね。いくとしたエピソードはゼロだったんですね。なかったわ、ごめんね。なかったよ、何にも絞り出せなかったよ。本当にないね。え、でもそんなさ、いい、自分がいいことしたって思ってもさ、ここで誇らしげに話すようなことじゃないじゃん。でもないんでしょ。ないよ。今日はあれだ、なんか締め切りだった。10月2日の単独ライブの締め切りが今日です。 FC 選考がね、すごい分かりにくかったかも、かよね。10月2日のアップガリ単独ライブ、秋の単独ライブ FC 選考の締め切りが本日までとなってますので、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。うん、伊勢チケットがあるんですけど、全席の指定チケットがこれまた1000円となっているということで、次に分かるんで、お待ちしております。9月はね、単独ライブがないからね、今まで結構本当に月何回とかで単独ライブやってた分ちょっと寂しい気もするんですけど、10月は単独ライブありますので、ぜひお待ちしてます。青春は恋するだけじゃないって Do you know。あとは21日の島崎ゆりやとにくらみの歌とトークのイベントの SNS 選考が始まっているので、皆さんぜひ遊びに来てください。ライブもね、単独ライブも楽しみですけど、こう個人的にイベントに出演させていただけることも本当にすごく嬉しいことなので、ぜひ皆さんにも見に来てほしいです。お待ちしております。10日って何？10日？声でかかってる、うん、オンコロライブですね。17時50分からアップガニライブ、その後にトークがあります。あとは発表されてんの？わかんない、言っちゃダメだったか、うん、これ私スケジュール読むのちょっと怖いんだよね、発表してないことまで言っちゃいそうで。特典会もあります。特典会はライブの結構前です。もう発表されてるって発表されてる？じゃあ17時50分からライブです。もう言ってんねんな、巻き戻し機能とかないからね。じゃあ楽屋入り時間とか書いてあるからさ。どこまで言ってるか。
と売り切れ、売り切れちゃったの？うん。学園入り時間発表になる。11日は横浜、アートジャムエキスポ2022アフタートーク&ライブ、みなとみらいブロンテですね。多分3回目ぐらいですこの会場。みんな横浜にいらっしゃい。差し入れ持ってるよ。入り時間に合わせて持ってきてくれるの。ホストだってあれだ。本日ホストを務めさせていただきます、アップアップガールズかっこ2期です。前なんかでやらせていただいた気がする。みんなこうやって本日ホストを務めさせていただきます。別にそういうことじゃないよって思いながらみんなでこうやってノリノリでやらせていただいた思い出があります。10月もね、10月じゃないの、9月やん、9月もどうなることやらと思いつつ、まあほぼここからは対バンも毎週末入ってるのかな。結構イベントもパリパリと決定しているので楽しみなところ。そう、10月バスツアーがあるんです。福島遠征があって、ライブにも単独ライブもバスツアーも本当に盛りだくさんとなってて楽しみなんだけど、もう10月ってやばいよね。いやまだ9月なんだけど、9月なんだけどさ、なんか10月2日のライブの FC 選考が締め切りですってツイートした時にさ思ったね。もう10月なんだ、いや9月なんだけどさ、なんか10月っていう単語が出てくることに対してもう1年終わっちゃうやんっていう、ちょっと早いなって思った。でも私はこの12月から1月になる瞬間が一番好きです。大晦日ですね。年明ける瞬間一番好き。なんかこのさ1年間でさいろいろなことがあってさ、こういろんなことがあるじゃないですか、きっとみんなも。こうなんか年明けるとちょっとゼロに戻る、そうなんか一回リセットさんみたいな。嬉しいことたくさん楽しかったなの一方で、ちょっとここ失敗しちゃったなとか、今年こういうところちょっと悲しかったなっていうのも、なんかすごい年明けた瞬間に、あーなんか今年も一年いい年になるように頑張ろうってなんか急にリセット感出て好きよ私は。ね、不思議だよね、自分が過ごしてきたこの人生に、あの別に何か変わるわけじゃないんだけど、やっぱこう年明けのこの瞬間って一回ちょっとこうってなるよね。でささらにさおみくじ引いて大吉だったらさ、あーやばい、もう今年ねすごくいい年になりそう大吉だってってなるやん。だから年明けって面白い、あのいいよねって思う。でまあ、その期間の何がいいって、12月の月末にクリスマスがあるのがいいよね。今年もケーキを頼みましょう。え、頼むの？え、頼む、え、頼まないの？誰もいないんじゃないの、クリスマス。いや、関係ないって。クリスマスだって何日？25日だよ。何曜日？いや、私がやってる木曜日だよ、絶対。
なぜって今年大吉引いたの。今年何吉だったっけ。大吉もう覚えてないよ。なんかさ1年の始まりにくじ引き引くけど結局木曜日違う土日だぞ。クリスマス24が土曜日、うん、25が日曜日。じゃあみんなでケーキ食べよう。これライブやね。みんなでさ楽屋でさケーキ持っててさみんなでケーキ食べようよ。いやでも私正直土日イブクリスマスってめちゃくちゃいいと思うんだけど、ライブとかあったらだってもしかしたらみんなが、ね、来やすくなるかもしれないじゃんね。平日よりもめっちゃいいやんな。クリスマスライブ絶対あるよ。だって決めんのあるって。だって土日イブとクリスマスでどうクリスマスライブはあるよ。みんなで来てな。私今年トナカイになる気がする。なぜかって今までサンタだったからね。クリスマスソング歌いましょう。ワンドモンドラストクリスマス Hey we saw Christmas tree ever Hand on the mass we say Show me the Christmas tree And the world is always told Where is that rest the door West side's out the door We will all so Christmas レドシャック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 。クリスマスソングは絶対歌いたい。ジャンプありがとうございます。暦の上ではデセンバー。日本のクリスマスソング生まれし。でもクリスマスってクリスマスって結構アメリカンなイメージある。わかんないけどお正月ってちょっとジャパニーズじゃん。クリスマスってアメリカンっぽくない。だからやっぱ英語の歌がいいんじゃない。生まれしこの世にクリスマスソングは良きで、クリスマスソング楽しみ。クリスマスソングってなんかエモい曲多くないですか。めっちゃいいなって思う。マブさんナイキス。ハロウィンだって。 This is Halloween This is Halloween。 ハロウィンの歌ってあんまりないよね。なんかなんだろう、一般的な歌みたいな。あそこからか。 This is Halloween This is Halloween。 これなのかな。ミキにもクリスマスソングお正月いいよね。アプ多め。アプガさんのクリスマスソングめっちゃ好きなんですよ。サンタクロース。ミキのクリスマスソングといえばクリスマスソングはないけど、あの季節曲みたいな。冬とてっては冬とてっては。むーむー最高のフィナーレまで。クリスマスっぽい。なんだっけこれ。スノードーン。Be happy。冬っとってとっていいです。シンガポールの夜に白い息で魔法をかけて白い息で魔法をかけて。すっかり気持ちがクリスマスになってしまった。それは慌てんぼうのサンタクロースだよ。急いでリンリンリン。
そのネイルいいな、ありがとう。キラキラでしょ。ラリラリキラキラ。おぐさん可愛い、ありがとうございます。やばい、雨降ってきた。やばい、そろそろ順位読もう。13位ジクイチさん、12位エミさん、11位テッチさん、10位レイさん、9位レイアンさん、8位アルさん、7位ブルースウィルさん、6位マルタンさん、5位アルさん、4位キョちゃん、そして3位がトロロロシーチさん、ありがとうございます。そして2位がトロロロンユキカさん、ありがとうございます。そして1位がトロロロンミンちゃん、ありがとうございます。ここはアミちゃんワンダーランド、車掌のニークラアミが本日のバスツアーの運転手を務めさせていただきます。窓を見てみてください。窓の外を見てみてください。右手に広がるのはアミちゃんワンダーランド、左手に広がるのはアミタ教の拠点、そしてこの素晴らしき雨という天候、さあこの大地の恵みに触れて皆様で一緒に祈るのです。こういうディズニーランドのアトラクションとかありそうじゃない、なんとかなのです。それでは皆様一緒に手と手を合わせて、合わせて幸せ、お手手のしわとしわ合わせて幸せ、よし。ということで今日も配信ありがとうございました。皆様自分を信じて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 、ありがとうございました。それでは皆様また近いうちにお会いしましょう。バイバイ。1月4日絶対晴れだ、皆さん絶対来てください。